いや、チャリオラジオですので、今日もやっていくんですけど、今日はね、メガナイト、ディガーボールブレイカーみたいなね、紹介したいと思います。なんですけどね、今の環境を、このデッキとこのデッキが、まあ、二大巨頭みたいになってまして、とりあえずね、まあ、環境変わってから今、二日かな？うん。ぐらい経ってるだけなんですけど、いろいろなね、まあ、枯渇とかも、いろいろなんか、テンプレが生まれてる中、この二つが今一番強いデッキとして使われています。で、まあね、勝率とかもね、めちゃくちゃ高いんですけど、まあそんな感じですね。この二つ、覚えてください。で、俺が今日使うのはこっちですね。はい、行きたいと思います。他のクララ YouTuber の人とかも上げてんのかな、これ。わかんないですけど。上げてそうだな、でも、正直。めちゃくちゃ流行ってるんでね、マジ尋常じゃないぐらい。もう絶対に、なんか3回に1回は当たるぐらいの、本当に。マジでずっとネクロ来ましたね。なんかね、本当になんか、もうなんだろう。もう半分ぐらいメガナイトです。今の環境。そう、半分ぐらい。よいしょ。でもね、ネクロがね、これね、ファイボザップとかで死ぬのと、残りのね、スケがないので、今ね、慣れられてないだけで、別にね、そんな強くないと思いますね、個人的には。で、こうやってカウンターの時に逆サイにウォールブレイカーを投げていれば、まあ、こうやって刺さります。タワー半分ぐらい持っていってます。で、まあ、こういう感じ。カウンターでやって逆サイに流すと、カウンターのサイドも結構行き、カウンターじゃないサイド、だいたい1200ぐらい削るんですね。ディガーとウォールブレイカーって。まあ、だから2回やれば折れるっていうね。やばいっすからね、普通に。2回やれば折れる。で、もう一回、ケツからネクロですね。で、このデッキの強いところって、やっぱ、ディガーとウォールブレイカー、ディガーが3コスで、まあ、トリトンも3コスで、あとね、2コスがね、3枚あるんですよ。そう、だから、そこら辺で回せちゃうんですよね。それが強い。で、これも、メガナイトでバーンって、相手がね、ちょっと攻めがちになってるんで、俺に削られてか、焦ってからかね、ちょっと攻めがちになってるので、まあ、ここをね、こういう風に縛いてあげて、はい。で、先にね、このコウモリセッパぐらいしてあげて、よいしょ。この呪文ね、ザップとか打ちにくくしてから、はい、ウォールブレイカー、ドン。アウトだったな、そういえば。で、こういう感じでね、もうウォールブレイカーやれば、もう敵が戦士と放出するって。もうマジね、パラダイスですね。剣つもりしてたけど。マジ前回のファルチェとか、でもファルチェにね、ウォールブレイカー、ネクロを合わせると勝てるんですよ。そう、同際ネクロ合わせたら、対面勝つんですね。そう、延命対決とかそこら辺は置いといて、同サイドで戦わせたら勝っちゃうので、ファルチが今ね、めちゃくちゃ減っています。はい。なのでね、こういう感じで拾ってあげて、よいしょ。まあ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 。よいしょ、ウォールブレイカー。で、こっちにウッドが来るので、まあこっちにね、ガンガダメしてあげて、まあ相手もね、もう、ブチギレですね。まあ、デッキパワーが半端じゃない。本当に。で、こればっかです、マジで。で、今の相手も、多分ね、同じようなデッキだったと思うんですね。あ、違う、ジャイだ。ジャイ、これね、このデッキが流行るまではね、このデッキ結構流行ってたんですよ。あとは、ここがね、ウッドの枠が雪玉だったり、あと、スケの枠がね、ハンターだったりね、結構あるんですけど、やっぱりね、今の俺のデッキが強い。っていう感じで、やっぱ強いですね。本当に。で、最初は、ウォールブレイカー対決だと、基本的にウォールブレイカーを守ってカウンター出した方がね、大きいダメージ与えられるんで、基本的に、先に攻めた方が負けるんですよね。そう。なんで、こうやってやって、カウンターで、やるみたいな。で、ネクロとか出てきて、こういうのをね、メガナイトとかで縛いてあげて、あ、そう、これネクロ見てこれ。これやばくない？こうね、コウモリでね、ほぼ持っていけるんですよ。だこういうのを、トリトンで縛いて、よいしょー。これさ、一発持っていきすぎなんだよな、マジで。で、これ普通に、連れてってもらえますか。よいしょ。さよなら、つって。で、まあ、ここら辺も多分ザップ打たれるので、まあ、こっちもね、ディガーで防衛しつつなんですけど、こっちを連れて行ってもらったのと、あー、でもこれやばい。ウォールブレイカーで持ってかれる。やだー、やばい。近すぎた。あー、うーいやー、ちょっとシャシャっちまったかなー。ちょ、有利だったのにトントンぐらいの状況になってしまった。まあ、ちょっと有利ぐらいですね。この状況。うん。まあ、こっちもディガーで削れるから、ディガーで、先に攻めるってね、折っちゃうとキング起動しちゃうので、
キングが起きちゃうんで、もう一回ケツ取りトンからね、こっち側を攻めていこうかなという感じですね。大体、メガナイトがね、若干遅かったので、切るのが。なので、この辺でネクロ合わせて、端前で、ね、メガナイト踏んであげればね。いやー、間に合うか、間に合うかなー。死んじゃった。死んじゃった。だけど、ここでコウモリ出すってことはワンチャンメガナイトが間に合わないのか、うんですね。はい、でもこれ1体でもね、倒せるんで、セパしてあげて。あ、相手ザップミスってる。よいしょ。はい。って感じで、あ、ボン。って感じですね。で、インドラを合わせてあげて、トリトン。で、ザップ相手使ったんでね。で、これコウモリで縛いてあげて、まあ、これは強要ですね。ゴールブレイカーは。どうせザップ打ってもしょうがないんで。はい。って感じで、もう一度後ろからですね、ネクロ、やってあげて、まあ、もう本当に今みたいに街から入った方が強いですね。そう、もう街色は、街色はです。街から。まあ、初手はね、お互い細かいデッキなんでガンガン切り合うんですけど、ネクロを、相手がネクロを出したらネクロを出す。で、相手がね、まあ、ネクロぐらいは先に出しちゃってもね、最悪いいんですけど、先に出したらまずいのはメガナイトですね。メガナイト先に出したら間違いなくハードカウンター食らうので、これだけは避けたいなっていう感じですね。で、多分ここで、ディガーからの真ん中ウォールブレイカーが来るので、はい。この辺に行きますね、きっと。よいしょ。オッケー。グッドゲームと。という感じで、まあ、こげーっとね、やってあげて、ね、まあまあまあ、そんな感じですね。もう軽く、軽くいっちゃいます。やっぱね、強いんですよね。そう、だからこれのメタをいくら組んでも、まあこれのメタって言ってもね、ちょっと組みにくいんですよね。やっぱり、その、ウォールブレイカーが今強すぎて、どう考えても、ニコス以下じゃ抑えらんないんですよね。そう。そう、だから、やっぱりね、そう。で、こうやってファイボとかを切らせて、ニコスにね、ファイボ、あー、おー、そう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 。ニコスにファイボをね、切らせることができるので、こうやってまた、で、メガゴニアに対しては、ネクロ合わす。もうこういう感じで、ゴテゴテに相手が回っちゃうんですよね。で、これまたネクロに対して何か合わせるしかなくなってしまうという感じで、まあ、ファイブを切ったので、これはですね、これ多分ジャイですね、相手は。なので、よいしょ。大体ザップを使った、ので、あ、なるほど。これエレキだな。なあ、ちょっと攻撃下手くそだったな。もう違う。エレキ出すエリがなかったんかな。めちゃくちゃ入った、めちゃくちゃ入った。か、サンスペだからエレキがないか、どっちかですね。ザッパー相手切って、ファイボン切ってたんで、コウモリに出すカードがもしかしたら、メガ5しかなかったのかも。か、3エリしかなくて、はい。で、これザップ回ってるかな。か、1枚回ってないかぐらいだと思うんですけど。やっぱサンスペだ。ってことは、エレキがいないので、プリプリ2枚入っててサンスペってことは、エレキないよな。え、あるか、あるよな。普通のやつあるよな。ちょ、これ待ちます。一回。はい。ネクロ。待って、ファイブザップで今ネクロが消されちゃうので、ネクロ消される想定で動きたい。ので、ネクロはどうせ端前で消されるので、スケデロ、スケデロ、スケデロ。オッケー。まあ、ここ以来にザップを割いてきたら、もう一回こっちで振ってあげればいいんじゃないかなと思うんですけど。で、こういうところに、ウォールブレイカーとかを追加してあげてね。左から殴る。あー、ネクロ。あ、ネクロなのね。なるほどね。あ、ネクロだったっけ、もともと。あれ。あれ。ちょっとね、忘れん坊なんでね。ライキちゃんは。あ、気持ち悪かった。ちょっと、なしで今の。これね、見てください、これ。コウモリで囲むと、あーやばい、やりたいことができない、やばい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 、あーこれ守るか迷うな、やめよう。あーちょっと待って、守れたかも今の。いや、下手くそだった、マジで下手くそだった今の。 OK、 これね、逆サイなので、これをね、ドシンして、多分ね、ジャイでね、メガナイトだけ釣るっていうことをね、しに来ると思うんです。あれ、ちょっとぬるめだった相手の行動が。これもう一回形作れますね、これで。はい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 。
やばい。そう、こうやってね、コウモリ囲むと、今までネクロをコウモリで囲むってことしなかったじゃないですか。そうなんですけど、今ね、ネクロをね、コウモリで囲むとね、倒せるんですよ。そうだから、もうね、一回、もう新しいカードだとね、思い込んでね。そう、ネクロだからね、なかなかコウモリで囲もうっていう発想にならないんですけど、ネクロ単体で、タワーの攻撃がなくても、ネクロはコウモリで囲むと倒すことができるので、やばい！めちゃくちゃにやばい、これ。よいしょ。頼むから、このスケが邪魔。やべえ、相手が後手に回ってる。これまたネクロ合わせれないな、そうだよな。うわぁ、きつい。これさぁ、みんなが打ち上がっちゃうんだよな。で、これで多分ジャイで釣られるので、これでトリトンつけてジャイを寄せます。で、ファイブを切ってきたので、これで、つけて、ザップを使わせたい。はい。で、ジャイですね。これ危ねえ。危ねえ！そういうことする。すぐ。やめなさい、もう。やばい。やばい。やばーい！やばーい、もう！かけ。かけんだよ。ファイブを使ったんだ、相手が。よいしょ。いやー、ちょ、メガナイトからなんだよな、ほんとは。タゲ取りたいの。いやー、やべ。これ、ファイブ打たれるか？ここに打たせて、ですね。タゲ取った。オッケー。で、ではない。あるある。ではある。で、でもこのネクロがね、どうでも良いので。いやー、無理か。無理だな、これ。これどうやっても無理だな。あー、負けるー、やめてー。あー、終わった。変なデッキ来たー、マジで。てか、あの1本目を、これ 1-0 プランだな、マジで。1本になると相手が、ちょ、呪文がね、3枚あるので、こっちのね、カードに呪文を打って、後ろからネクロ展開で、相手の方がね、後から展開できるんですよね。こっちの動きを見て呪文を打ってできるんで、ちょっと今の俺の動きが悪かったですね。そう、1-0 で勝ってたから、あそこ渋らずネクロ出せばよかったな、ジャイメガゴンとこ。もったいね。って感じで、あとね、めちゃくちゃね、ネクロ、範囲攻撃のイメージがあると思うんですけど、今の見ててね、気づいた人もいるかもしれないですけど、めちゃくちゃ範囲が狭いんですよ。ガゴ群れとかを、こうやってガゴが横に並んでて、ガゴが3体いたとして横に並んで、真ん中のね、ガゴとかを殴ってもね、全然範囲攻撃もう1体しか死なないんですよ。そう、だから、そんくらい狭いから、もう真上にいたら被るぐらい、ジャイの真上にガゴがいたら被って当たるぐらいで、マジでそんなレベルなんで、ほぼ単体ですよ。マスケぐらいに思っといた方がいいですね、本当に。そう、だから、もうコウモリ、マスケだったらコウモリ囲むじゃないですか。もうそんな感じです、マジで。5回受けれるんで、コウモリで。そうですね。まあそんな感じで、まあちょっとほんとね、変わったユニットになってるんでね。まあ、ネクロはでも慣れたらね、ちょっとね、まだマシになるかなと思うんですけど。まあ、ウォルブレイカーが強い。ほんとに。もうね、2コスじゃねえ。マジ4コス、4コスにしていい。これ。4コスでいいです。はい。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、今日もちょっと遅い時間になっちゃってね。はい、ごめんなさいって感じなんですけど。しばらく遅い時間になっちゃう。続きそうな感じあるね。おー、面白いな。もしよければ見てください。ということで、毎日投稿やっているので、もしよければね、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ということで、今日は終わります。バイバイ。